もっとお願いください。日頃の明かりを皆さんでつけていっていただけたらなと思います。長いろうそくがありますので、ここは中でつけてもらって一個ずつつけてあげてください。はいはいはい。あ、僕も最年少だ。はあるんですが、また来年もずっと続けていきたいなというところと、またこの場所で皆様と生中継でちょっとこの様子をというところも聞いておりますので、まあ、せっかくなので少し皆さんでご覧いただきながら6時15分に皆さん片付け毎日必要になります。母親は3年前同じ職場におりました。